ここは？ここはあなたが一番来たかった場所じゃないの？前にも言ったじゃない？ここの唯一のルールは快楽だって。何もかもがあなたの期待に応えるために動くのよ。冗談じゃないよね。これはその、実はリアリティショーじゃないの。あなたがようやく牙を剥いたってこと？子供はそんなこと考える必要なんてないのよ。安心して、私が保証するわ。ここにはあなたを監視する人もいなければ、あなたを制限する人もいない。よく掲示板で自分の憧れの生活を思い描いているんでしょ。今からそれを叶えてあげる。ここにいる限り何もかもがあなたの思いのままよ。これ以上自分を抑えないで、己を解き放って、好きなだけ発散して暴れればいいのよ。発散？暴れる？そんな、私が掲示板で書いたもの、どうして？怖がる必要なんてないの。何を書いてても関係ない。私はあなたの考えを尊重するわ。この人たちは確かに私が掲示板に書いた通りに動いてる。あなたは私の書き込みを現実に変えたの？でもあの掲示板はダークウェブにあって、匿名性は完全に保証されてるはず。それをどうやって？いや、わかるよ。あなたの力は私よりもはるかに強い。あ、もしかしてあなたはこの島を作っただけじゃなくて、ダークウェブとも関係を持ってるの？賢いじゃない。勘がいいのね。でも心配しないで。掲示板の主である私だけがあなたの個人情報を把握できているのだから。あなたのアカウントはちゃんと匿名システムで守られているわ。あなたの正体をバラすのは私の本意じゃないの。でもこそこそ隠れる場合じゃ思う存分遊び尽くせないじゃない。せっかく面白いアイデアをいっぱい持っているのに、もったいないわよ。私のアイディアの面白さを分かってくれるの？ダークウェブの奴らでもたまに私の考えが過激すぎるって批判してくるのに、こんな気色悪い黒い泥なんて、人目のつかない隅っこかドブ沼に捨てた方がいいって思わないの？黒い泥？気色悪い？そんなことないじゃない。あなたの考えはみんな可愛らしくて独創的よ。誰だってそういう自分に都合のいい考えの一つや二つ持っているでしょうに。パライズはみんなの欲望を満たす場所よ。例外なくね。だからあなたが隠しているものを好きなだけ発散して。一生ドブ沼にこもってろとか言われるなら、この世界をドブ沼に沈めてしまえばいいのよ。そう、自分もそう思ってた。こんなに認めてくれるなんて。もちろんよ。他の人と同じようにあなたの願いも叶えるだけの価値があるもの。それにあなたは一人じゃない。あそこを見て、目を引かれる人がいるでしょ。彼らもあなたと同じように沼ができたのを喜んでいるの。あなたたちが快楽を覚えれば覚えるほど、この島が得られるエネルギーも増えて、私の力もさらに強くなる。そうすればあなたの求める世界がより広がるのよ。
がさらに広がって、生きていける場所がまた増えた。さっきのはどういうこと？私の沼が何か間違ったことでもした？お姉ちゃん、私の沼が。怖がらないで、あなたは関係ない。悪い奴があなたたちをさらおうとしただけよ。変な願いよね。でも彼女は本気なの。だからこの島はその願いに応えて叶えようとしているのよ。でももし島が壊されたら、私とこの沼はどうなるの？もう隠れて生きるのは嫌。そんなの嫌。私の願いを叶えてくれるこの場所を守らないと。島主のお姉ちゃんも守ってあげないと。私がこの島の全体を沼に変えて、さらに沈め、誰も手を出せない海の底まで沈めてみせる。そうすればみんなを守れる。沼を守れるの。